お疲れ様です。じゃあ今回はね、サラリーマン時代の上司の言葉にしておきましょう。当時ね、私休日ってのが本当なくって、3ヶ月に半日ぐらいのペースでやってたんですよね。まあ、それが新入社員入って2年目の時代だったんですよ。2年目はいきなり役職つきましてね、で上司はいないんだけど、自分の現場には部下しかいないっていう状態で、いやー、何人かのベテランパートさんとかね、アルバイトを使わなくちゃいけないんで、非常に揉めましたね。で指示もうまくいかなかったんで、もう人に指示するよりも自分が動いた方がいいなと思って、まあ、ほぼ徹夜で働きまくったことがあったんですよ。で明け方、店長が上司がねやってきて、久保さん休んでるって言うから、休んでないっすよってふてくされながら言ったんですよね。そしたらね、よし、久保さんに休日をあげようって言うんですよ。え、マジっすかって言ってからね、うん、今ね1週間休んだと思って、今日出勤してきたんだよ、気持ち楽になったって言うから、ふざけないでくださいよって言ったんですけども、でもね、その時に思ったんですよ。あ、そう思えばいいなって。本当に土日が終わって月曜日の朝出勤してきた気持ちで今来れば、結構連休明けってね、勤務きついってかだるいじゃないですか。あ、このぐらいの気持ちなんだなと思いましたね。まあ、逆に言うとね、サザエさんのなんかこう時間帯っていうのがあるじゃないですか。あれも明日仕事かと思うから辛さを先取りしてるんですよ。つまりどういうことかっていうと、今までの人生経験って別にこれからの人生に背負っていく必要はないなってことなんですよね。まあ、当時23歳ぐらいだったんですけども、その気持ちの切り替え方をね、まあ、学んだっていうか、多分おちょくって言ったんでしょうけども、まあ、私はねそれを真に受けることにして、それが今でも来てるんですよね。なんかこの苦痛を無視するっていうんですかね、なんかこうどっちにしても人はどっかで死ぬんで、それまでは崖っぷちを突っ走ればいいんじゃないかなというところですよね。そうするとそこまでの覚悟がある人ってあんまりいないんで、まあ勝負には勝てるんじゃないかなってとことかね、まあ、結局なんか物事が成し得ない人って、まあ、命をね大切にしすぎるんでしょうね、うん、で結果自分の思い通りの人生が描けないっていうことになると思うんですよ、うん、だからなんか命は粗末に使うべきだというね、なんか言ってましたけどね。いや、もうちょっとこう放り投げるくらいのこう荒々しさがあってもいいんじゃないかなと。やっぱね、五体満足で行こうと思うからね、大したことができないんじゃないかなと思うんですよ。もう差し違えるつもりでやれば何でも成就するんじゃないかなというところで、いってらっしゃい。